どうです。満点さんです。二人合わせて、箱盛りです。問題。米が満足に作れなかった時代に、お腹を膨らませるため、主食代わりに作られていた、赤もろこしの粉を使った、郷土料理は、何でしょうか。では、シンキングタイム。正解は、赤餅、です。では、また明日。